さて、ようこそ北海道へ、ね、ここに来た、まあ、景色の一つだぐらいの思ってもらえば結構です。田村正孝、覚えやすいと思いますね。よく分かんなかったらインターネットで検索してみてもらったらいいですね。田村正和さんと一緒に出てきますから ね。田村正和さんはよく知ってると思いますけどもね、私は偽物ですからね。ともかく、まあ、音楽家です。ピアノが2つあるようなこんなホテルもなかなか、ね、珍しいですけどもね、私にとってはもう一番いい環境でやれてるっていうのがね、すごく嬉しいです。さて、コロナの影響で本当音楽、まあコンサートが本当になくなってますけども、特にね、生の演奏を聴くっていうのは本当にいいことだと思うんですよね。穏やかな気持ちになって、そうすると私たちがコントロール不可能な自律神経がね、整えます。血圧が穏やかになりますね。でも一番大事なのはね、やっぱりどうでしょうね、生きる力っていうんですかね、免疫機能ですよね。免疫機能がしっかり働いてくれれば、まあコロナのウイルスが来たってね、鼻水ぐらいで終わったりね、そんなこと望んでます、本当に。そういうわけで、ピアノをまずね、いくつか弾いておきたいと思います。ある農家の方がね、ビニールハウスでモーツァルトをかけておったそうです。そしたらね、トマトが随分元気に育ちましたね。私らもね、そういう反応あるはずなんですよ、絶対に。まだどんな学者も証明してませんけどもね、私は本当に信じてます。冗談でなくてね、結構本気で信じてます。まあそれこそ本当音楽なんかなくたっていいじゃないの、ね、なくたって生きていけるじゃないの。まあそれはもちろん、ね、そうかもしれませんけどもね、やっぱり私らはね、結構心の状態によってね、様子が変わるわけですよね。だからやっぱりそこら辺をね、やっぱりちゃんとしていきたいです。ようこそ、田村と申します。知らなかったでしょ、ね、覚えて帰ってくださいね。田村まさかっていうんです。ね、分かりやすいでしょう、ね。はい、それではね、気持ちを込めてね、まずはモーツァルト。わ、ね、わ、モーツァルトだっていう人はね、まあ、そんなにいないのは分かってるんですけど、これはね、ビタミン剤だと思って一曲付き合ってください。あとは知ってる曲をやります。ケッヘル311、ね、311っていう数字がいいですよね。東北の震災のね、記念の、もう忘れちゃいけない日付ですよね。まあ、モーツァルト全く関係ありませんけども。ケッヘル311のソナタの2楽章が、お気に入りなんです。とても綺麗な曲です。それでは。
ました。ありがとうございました。ね、やっぱりね、モーツァルトいいです。もう40年ぐらい前の話ですけども、ある出版社がね、本をヒットさせた。ね、大凶にいい本だっていうことでね、身ごもった女性の方がもう飛びついた。ね、大凶に何がいいのかって、モーツァルトの CD がおまけでついてた。ね、まあ、切り口がうまいな。ね、まあ、言ってもね、モーツァルトだけじゃないんですよね。自分のお気に入りの音楽、何でもいいと思います。美空ひばりさんとかね。早くから来ていただいてありがとうございますね。だいたい8時になったらお客様降りてくるかな、まあ、来ないかもしれませんけどねまあいいです。静かなうちにやっときたい、曲、一曲があります。これね、まあ、私の好きな曲では申し訳ないですけど、フランツ・リストのコンソレーションナンバー3っていう曲があるんですよね。コンソレーション、これ癒しっていう意味らしいです。お付き合いください。Thank you.
予定の時間になりました。改めましてね、田村正香って言います、知らなかったでしょ、知らなかったと思います、今日覚えてくださいね、田村正香何者だろうね、まあそういうわけでね、分かんなかったらインターネットを検索してみてください。そしたらですね、こんなことになります、田村正和、田村正和、田村正香ね、セットで出てくるんです。音楽家なんですけど、モノマネやってましたね。モノマネやってる関係で、ね、少しテレビにも拾ってもらったんですけども、これからだっていう時にね、コロナが来ちゃいましてね、私は網走で暮らしてるんですよ、ね、網走で暮らしてて、そうそう、写真撮ってね、ばらまいといてほしいんです、お客さんね、いっぱいね。どちらからおいでになったんですか？あ、そうですか、関東方面、強化地域ですいや本当にね、東京、大阪、九州、あちこち呼ばれて行っておったんですよ。イベントに呼ばれると、やっぱりギャラもいいですからね。いや、本当そうなんです。言ってたんですけどもね、全くなくなっちゃってね。もう本当最初はね、ずいぶん嫌な思いしましたけど。でも考えてみたらですね、コンサート自体がなくなりましたもんね。矢沢永吉さんでさえ2年間ずっとコンサートできなかった。ただ私はね、実は網走に暮らしてましてね、このホテルまでは車で7分21秒で来るんです、とても近いんです、ですから、ここのロビーコンサートだけはやっぱりできたんですよね。だからそれは恵まれてるな、まあ、もちろんもうインバウンドの人は来ないけどもね、まあそれでもまあこうやって少しずつお客様にお会いできて、田村まさか覚えてくださいね。そして、YouTube ってあるじゃないですか、ね、今の小学生の憧れの職業は YouTuber、ね、で私もじゃあ YouTuber になれたらいいなっていうことで、まあ、YouTube に力を入れていろんなコンテンツ上げてるんですよ。ピアノ、ね、オカリナ、ギター、ね、それからモノマネ、ね、まあ、それやってるんですけども、まあ、これを機にね、時々お客様 YouTube で見て応援してほしいな、ね、田村まさか検索したら出てきますからね、まあ、そんなわけで、8時45分ぐらいまで、やります。冒頭に早くから来てくれた方に申し上げたんだけど、もう一回重ねますけども言います、音楽ってね、私たちの心に届きますよね。心に届いて穏やかな気持ちになったり、まあ、幸せな気持ちになったり、まあ、そういうことがね、結局自律神経が整うんですよ ね、血圧が安定したりね、それでね、今一番大事なのは免疫作用ですね。免疫反応がしっかりと働いてくれるようになります。今日田村まさか賞を見て、よかったなと思えたお客様におかれましてはね、今夜、ウイルス、コロナウイルスをもらってもですね、鼻水ぐらいで終わります。本当ですいや、私は本当に信じてますよね。その思いを込めてやっていきます。まずこのグランドピアノ、ピアノ2つあるでしょ。ピアノ2つあるっていうのもすごいですよね。グランドピアノ2曲弾いて、それからオカリナに移っていきたいと思います。それでは改めまして、田村まさか賞です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、自分の好きな曲ばっかり弾いたんで、有名な曲、パッヘルベルのカノン。Thank you.
ありがとうございました。これも有名な曲ですよね。さて、せっかくピアノ2つありますのでね、グランドピアノはあと1曲、もう一番有名な曲じゃないかなと思って弾いてるんですけども、あちこちで聴くような曲です。ショパンのノクターンの 9-2 をお送りいたします。ピアノが好きで毎日やってるんですけど、ピアノでプロになれたわけじゃないんだよね。ピアノでもしプロになろうとしたら、おそらくあと50年ぐらい練習しなきゃいけない、ね、ピアノは難しい楽器です、ね。まあ、できたらね、ピアノで、ご飯食べていこうと思ったら150年ぐらい練習したらいい、ね、150年ちょっとね、足りないです。体の体が持たないですね。まあ、時々天才はいるんですよ、天才はね。まあ、それはともかく私が、プロになれたのはこの楽器なんです。これオカリナ。15年ほど前の話で、山の奥のコンサートに誘われた時にね、あ、これいいな、安いし簡単だしね、これ
吹いたら音が出る、ね、まあ、だから軽い気持ちでやったんですけど、それがね、私びっくりしたんですよ、本当に。あのふるさとみたいな簡単な曲を吹いただけでね、もうあの涙を浮かべて聴いていただける。いや、そんなこと、あピアノであったかな、ね、まあ、そういうわけでこのオカリナってとてもこの、まあ、音色がいいわけですよ、ね、それを楽しんでください。さて、ここのホテルだけはね、ちょっと特別な演出が、叶いましてね、音楽、生の演奏をお届けしたい、ね、今まではね、あのカラオケ作ってやってたんですよ。もちろんそれでもいいんです、いいんですけども、やっぱり欲がありますよね。このピアノもね、私手があと2本あったらやっぱり生で弾きたいですもんね。できるようになったんですよ、ね、できるようになったんです。まあ手品じゃなくてね、私です。ねえ、いいな。これね、一番最初に、ね、思いついてこれやった時にね、ここのあのなんですかね、看板娘、大狼ね、あのいつもね、あの大狼、もう何十年やってんだろうな、まあ看板娘です。大狼が来て、うわまさかさんが2人いるっていや、もうこれ大正解だと思ってね。まあこれで何をやるかって言ったらですね、このピアノをね、私があらかじめ伴奏を弾いて記録してるわけね、記録してる、あの録音じゃないんです。鍵盤とペダルの動きを記録してる。自動演奏って鍵盤が勝手に動いてるピアノあるでしょ、ね、だからオカリナも生でやったらピアノも生でやる。そりゃお客様今日はね、心が安らいでね、免疫がグググググググッそうですよね、明日帰ってね、どっかでね、あのウイルスもらっちゃったら、あウイルスいいよ、鼻水ぐらいで終わっちゃいますから。いや、私ね、本当にそうなったらいいなと思うんですよね。まあ、そういうわけで、オカリナの音色を楽しんでください。ようこそ北海道へ。まずは北の国から、行きましょうか。ありました。やり始めたんだけど、このオカリナをやったおかげでね、まあ本当、この舞台の仕事でご飯が食べられるようになったし、これコロナになってコンサートのない、まあここはやってるけどもね、イベントがなくなっちゃったでしょ。で、音楽をやってる連中っていうのはね、まあいろんな消息を見てみると本当にみんなもう辛酸をなめてね、大変ですよ。仕事ないんだからね、お金がないんですよ。ところが私はね、このオカリナをやってたおかげでね、実はオカリナを教えてほしいっていう人がいっぱい集まってきてね、
その、まあ、私はね、檀家さんって呼んでるんだけどね、檀家さんが50人ぐらいいるわけ、ね、だから普段は檀家回りしてる。で、お布施をいただいて、いや、ありがたいですよ、本当にね。何の宣伝もしてないんだよ。何の宣伝もしてないんだけど、お金の教えてほしい。あ、いいよ、教えてあげるよ、つってね、やってるんですよね。まあ、そういうこともあってね、オカリナやってよかったな。だから、このオカリナのいい音色を、ね、聞いてね、お客様もある日ある時、よし、オカリナやってみよう。オカリナはやったらいいですよ。ピアノやギターは大変だけど、オカリナは簡単だからね、本当に、やってみたらいいと思います。さて、次の曲もね、北海道の曲なんです。今だから特に強調して、やりたい。知床旅情やりたいんです。で、いつもやってるんですけども、知床旅情ね、知床観光船が事故を起こしたじゃないですか、ね、地元の人間としてちょっと情報を加えておきます。まあ知ってらっしゃるかもしれませんけど、あそこにはね3社やってるんです。3社で事故を起こした KAZUN、私それよく知らなかったんだけど、ドルフィン号っていうのとね、オーロラ号っていうのが健全にやってます。他の2社はちゃんとやってます、ね、その KAZUN だけがもう、ね、様子聞くと、何年も前から傷だらけのままやって動いてたりね、結構むちゃくちゃやってる。当日もね、漁師の方がね、風強いからやめとけって言われたらしいです。だからドルフィン号もオーロラ号も出なかったんですよね。で、そのカズワンの船長もね、聞いてたはずなんですよ。ところがしょうがないですよね、経営者が行けって言うんだからね。どんな気持ちで行ったんでしょうね。もう帰ってこないもん、わかんないよね。どんな気持ちで行ったんだろうかなってね。漁師の方が言うんだからね、それは漁師の方もね、結構何人かやっぱり海難事故で死んでるんですよ。だから本当に命かかってるんだから、あの世界ってのはね、本当に、まあまあいいんですけど、知るところでしょう。また時期が来たらだね、お客様なんか便がありましたら、ね、ドルフィン号、それからオーロラ号乗ってあげてください。応援してあげてください。さて、知るところでしょう、行ってみたいと思います。ありました。拍手があったかいですね。今日は特別いいお客さんですね。
本当に。いや、本当そうですよ、ね。もう私10年ぐらいやってますからね。これね、思い出すんだけど、まだ海外の人が来てた頃ね、もう何、いつも 満席ですよ。もうそこら辺もうわーっとね、それはいいんだけども、まあ、海外の人がいるからってことじゃないんだろうね。人が多いからなんですよね。やってるでしょ、会議してるの、会議、あっちこっち。何会議してんのかな、こっち演奏してんのにね。そしてね、なんていうかね、ちゃんと聞く人が割と遠くにいたりしてね。で、遠くにいる人が、うるせえって言ってくれたりね。まあ、修行は続きます。でもね、こんだけ、まあコロナになってからが顕著ですね。何なんでしょうね、やっぱりそのコンサートっていうものに、希少価値が出てきたのかもしれないですね。みんな割と真剣に聴いてくれて、ね、今日もいい反応がきっとあるでしょう、ね。さて、もう一曲、北海道の歌やります。ここからね、海岸線を北にグググググッと走ります。2時間ぐらい走りましたら紋別という町がありますね。紋別まで行かれましたらね、内陸に目を向けていただく。いや、実はもう廃墟にはなってるんですけども、昔金が取れたね、鴻舞鉱山というのがありましてね、金が取れるっていうわけですから、いろんな怪しい人とかいっぱい集まってね、にぎわったわけですよね。それがね、北海道の内陸って言ったら、いくらそのにぎわってるって言ってもね、涼しいんですよ、ね、20度、25度ぐらいでね、マイナスですよ、マイナス、ね、すごい涼しい。まあそんな様子をね、作曲家の宮川博さんがなんか感動したんでしょうね、歌にして。それが生まれたのが、ダークダックスが、まあ、これ年配の人しか分かんないかもしれないけども、ね、ダークダックスが歌った銀色の道、ね、あれ、紋別の歌だったんですよ、ね。さあ、オカリナでやったらまたこれいいんですよ、聴いてみてください。さて、いや、ついついね、話しちゃうとね、なかなかもう演奏が数が減っちゃう。何をやろうかな。ジブリ行きましょう、ジブリ。ジブリはね、本当に吟味されて吟味されて作られてますよね。さあ、私たちがよく知ってる、松任谷由実さんの曲を使ってるんだけども、それがね、普通の使い方じゃないんですよね。これは大人しかわからない事情なんですけども、松任谷由実さんは、昔々、荒井由実だったんです。知ってますか、お客様。あ、知ってますか、大人ですね。だってね、ずいぶん昔の話だからね、若い人分かんないですよね。ね、まあ、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、ここはね、修学旅行生も多いわけ。ね、中学生の男の子がね、集まってくれたわけ。ね、田村ですってやったんだけど、はあ、そうか。彼ら生まれた時にもう、古畑任三郎終わってたんだね。ね、ちゃんと計算しておかないというかね。知らないですよ、だからね。まあ、まあいいんですけど。
あれ何の話してました。あ、松任谷由実の曲を使ってるね。松任谷由実の、あらゆみの曲を使ってるんですよ、ジブリが。それは素敵ですよね。もう本当ずいぶん昔の話なんですけど、飛行機雲行きましょうね。ユーミンが学生の頃にね、なんか友達が自殺したかな、亡くなったかで、それで生まれた曲っていうふうに聞いたことあります。まあちょっと定かなことは分かんないけど、まあでもすごくいい曲です。飛行機雲。によってね、日本の方はもうオカリナはみんな知ってる、ね、だけどね、このコンサートでいろんな方にお会いして、まあ、コンサート終わったりちょっと話す機会があったりするんですけども、オカリナの音初めて聞いたよ、結構いらっしゃるね。まあこの中にもいらっしゃるかもしれません。オカリナ、とても身近な楽器だから本当にやってみたらいいですよ。やってみたらいいよって無責任に言うんじゃなくて、私はね、責任感強いです。1分で分かるオカリナ講座やっております。本当に1分で分かるの？本当なんです。聞いておいてください。メモしなくていいですよ。覚えなくていいですよ。はい。親指は裏の穴、両手。ね。4本の指は表の穴。ね。こうやって持ちます。この持ち方は縦笛、クラリネット、サックス、フルート。みんなこの持ち方ですよね。ね。さあ、
これができたらもう8割方できたんです。え、本当？ね、本当です、表の指を順番に離してみたらこんなことになってます。ね、順番通りだって、ね、もちろん半音もシャープもフラットもあるんだよ。ね、半音もあるし、しかもドレミファソラシドの1オクターブの下も上も音域広いわけです。だからいろんな曲ができる。まあなんといってもこの音色がいいですよ ね。あ、もう一つやっぱり言っとかないといけない。安い何なんでしょうね、うまい、早い、安い、吉野家の牛丼ね、そう、吉野家の牛丼みたいなもんですよ。だってね、このピアノ今買おうとしたら250万円する、ね、このちっちゃいやつでしたら130万円する、ね、それに、ね、お金が無尽蔵であれば、あ、250万円1個ちょうだいって言えるかもしれないけども、買っただけじゃダメなんです。弾けるようになるまでは150年ぐらい練習しなきゃいけないんです。大変な楽器なんです、うん、私らの世代っていうのはね、まあ、みんなよくわかると思うんですけども、フォークソングが流行ってね、男の子はみんなギターを買ったわけ、ね、みんなギター持ってるんですよね。だけど弾けるようになったのは、1割いないからね、本当にね。だから私何本もギターもらいましたよ ね、ね、片身だっつってね、生きとるじゃねえかっつってね、まあいいんですけども、まあ、オカリナはね、簡単な楽器だからやってみたらいいよ、ね、楽器屋さんに行ったら7000円ぐらいから売ってるから、ね、ただね、一つだけちょっと、お客様に覚悟を持ってもらいたい。これ陶器なんですよ、ね、焼き物です。まあ、焼くと縮みますよね、まあ、そのせいだけじゃないんだけども、音痴なんです。めちゃくちゃ音痴な状態で売られてるのが現状なんです、ね、だから、まあ、くじ引きだと思う。3個か5個買ったらいいのあるかもしれないそんなわけいかないよね。まあ、もしね、どうしてもダメだったらね、このホテルに電話ください。私が売ってるのはこの8000円のやつなんだけど、なんていうんですかね、440Hz でチューニングしてますから私、ね、この2つのピアノを私毎日調律してるんです、ね、そういうことにお金かけてられませんからね。だから自分で覚えましたからね、調律してやってます。だから送料だけ負担してくれれば後からでもお送りします。まあ、オカリナは、本当人生変わりますよ。私が変わりましたからね。さて、オカリナをやってると大体これをリクエストくれるんです。コンドルは飛んでいく、聞いてください。はい、thank you.
ね、まあ、ふるさとはね、簡単だから、まず覚えて、ね、誰かの前で吹いてあげたらいいかもしれないよ、感動してくれますからね。それでまあ、こういうコンドルが飛んでいくなんかね、これは本当に面白いですよね、技術的にもね。まあ、やってみたらいいかもしれません。さて、今日は本当に早くからも来てくれたし、これちゃんと聞いてくれて本当にありがとうございますね。きっとお客様のその自律神経は整ってね、健康を勝ち得ることでしょう、ね、そんな気がします。さて、最後にね、なりますけども、ちょっと宣伝です。お話だけ聞いておいてください。田村正香は、音楽家です。音楽家です。CD がアルバムが10枚出てるんですね。これね、もう自分で言うしかないんですけども、10枚アルバムが出てる。そこそこ大したもんなんです。うんうん、自分で言ったらしょうがないですけどね、まあ、言うしかないんですけど、それでね、10枚のうち5枚はオリジナル曲のアルバムなんですよね。知らなかったでしょ、うん、そうなんです。それでね、そのオリジナル曲を2曲ほど紹介させていただいて、締めくくりたいと思います。一番最初のアルバムに入れました、夏の終わりのセレナーデ。最初はね、もう自分の曲を出すのは遠慮があったんだけど、もう最近はね、いいやね。だってどんな食堂でもね、自分のところラーメンだ、ね、出していいんだよね。いいんです。まあ、そういうわけで、あと1曲、ベーシックシーンっていうシリーズものがあってね、まあ、私の、自分のその音楽の原点っていうかね、まあ、祖母がね、まあ、ばあちゃんが歌ってくれた唱歌、ね、まあ、そういうシンプルな音楽だったんでね、自分の原型はね、モーツァルトでも、ね、ショパンでもなかったんですね。そのベーシックシーンの一番最初のアルバムに入れました。おぼろ、聴いて、ください。Thank you.
YouTube にね、今力を入れております。YouTuber になるにはね、実はチャンネル登録ってあるんですよね。まあファン投票みたいなもんです。でお金がかかるわけじゃないんで、もしよろしかったら、まあ、私の YouTube 見ていただいてね、うん、よしこれは、時々見てやろうっていうふうに思った方だけで結構でございますので、チャンネル登録していただくと、まあ要は清き一票みたいなということですね。YouTuber になる、まあ YouTuber になるのにチャンネル登録者が1000人必要なんですけどね。まあ際どいところなんですよ。870人ぐらいですよ今ね。だからあとちょっと清き一票お願いします。まあまあお願いしたってまああれなんだけど、いいと思ったらいいですね。いいと思わなかったらほっといたらいいです。でもね、時々思い出してください。4年に1回でいいんで、田村正和を思い出していただいて、見てくださいね。まあ、それが今一番無理がないと思います。ね、そういうわけで、今日は本当ちゃんと聞いてくれてありがとうございますね。感謝いたします。また遊んでください。ありがとうございました。ありがたいですね。それではアンコール、あと1時間やります。嘘嘘。1時間もやったらね、怒られちゃうね。めったにやらないことに行きます。私ね、まあピアノとかギターとか楽器をやるんだけど、歌はあんまり上手じゃないんだけど、今日は歌を歌います。ね、さっきね、美空ひばりさんの変わる流れのようにありましたね。これいきましょう。あ、目が見えない、目が見えない。ここら辺にね、眼鏡があったような気がしたんですけどね。眼鏡が ありました。ね、知ってます？大人になったら目が見えないんですよ。知らない？愛さんさん、
ありがとうございます。もう一曲やろうと思うんですけど、これ声出てるかな？声聞こえます？ね、声、ね、まあいいや、ジョン・レノンのイマジン、ね、ね、イマジンどこ行ったかな。それ派手な曲が入ってるからいいかもしれない。情熱大陸、ね、これあれ使えるもう何でもいけるよ。あれ北海道クーポンは使える。あ、そうも使えるし北海道クーポン2000円は、うん、
ってないよ。部屋にそれかね、あのお部屋付けにしてて、うん、明日帰りに一緒に帰るんだ。そうしてもらおうか。まあ、ちょっとコロナ分だけは、ね、元気になっちゃったね。そしたら、山口に行きましょう。ありがとうね、お客さんね。